チレーシングチームの監督の浜口俊弘です。今回は MGK スーパープラグ杯第59回かな、鈴鹿サンデーロードレースの方に大久保光選手を招いて出場ということで、今回のプロジェクトは来年2024年に、ロードレースの方を本格的に活動しようと思ってまして、まあ、いきなり来年っていうよりは、まあ、アマチュアを対象にした今回のレースなんですけど、まあ、1回出ていくことで来年の準備につながるのではないかということで、まあ、モルドバに住んでいる大久保光選手が板バイクに乗りたいという名前からオファーを受けてて、まあ、浜口さんなんとかならないですかっていう、まあ、熱いエールをもらってたので、青島メグとしても、まあ、2年ほど前から大久保選手を応援してたりしてて、まあ、ヘルメットにメグレーシングって貼ってくれたりして世界を走ってくれてたので、まあ、今回機会を作って、僕が、まあ、ガチンコバリバリ伝説っていう企画で2001年に、出演してたんですけど、スタッフさんたちも浜口がやるんだったらちょっと頑張ろうかっていう温かい意見もいただいて、来年に向けて、しっかり活動するために今回レース参戦することにしました。はい、今回のレースの目標は、ありますか？十分なマシンがちょっと用意できないので、とはいえやっぱり世界で戦う大久保選手なんでパフォーマンスは発揮できると思うんで、ストックバイクで今回用意してて、ストックバイクでもここまで、ライダーがしっかり走れば成績出せるっていうものをしっかりアピールしていきたいなと思います。今回板バイクでの出場ということですが、あの青島めぐちゃんも何かこの前と違ったコスチュームで走ると噂を聞いたんですけども、自分自身が JD スタードラッグレースっていう、競技に参戦してるんですけど、その時に使ってるレーシングカールをそのまま前移植してつけて今回走るんですけど、まあ、来年青島めぐはレースクイーンとしてあのこの鈴鹿を舞台に活動していこうかっていう企画が今進んでまして、コスプレイヤーさんたちとか青島メグのコスプレ衣装を着て鈴鹿8歳の夢の舞台に立てるっていうようなコンテストとかも、アンセルモさんとか代官山方面館を舞台にできればなっていう企画も持ち上がってて、我々レースの世界の人間をお互いがいい感じで活用してあって、世界へもっともっとこう配信していきたいなっていう思いがあって、まあ、若者のアニメや漫画の文化もっともっとこう日本の文化として配信していきたいなっていうのが、まあ、我々オートバイの世界の人間だからこそできる配信方法を目指してますね。はい、ありがとうございます。今日も頑張ってください。ありがとうございました。頑張ります。お控えです。今年は MotoGP、MotoE クラスに、TX3 レーシングから参戦してました。今回のレースに参加したきっかけとかから話していただけれますか？はい、まあ、まず今回の、まあ、レースのきっかけですけど、浜口レーシングの代表の浜口さんからお声をかけていただき、僕もちょっと海外にいて時間がなかったので、まあ、事前テストなしでいきなりぶつけだけどっていうふうに、まあ、おっしゃってたんですけども、まあ、僕としては、まあ、そういう環境でレースするのも一つのトレーニングだと思って今回参加するっていう形になりました。今回のレースについて意気込みがあればちょっとお願いします。レース参戦するにあたり、まあ、優勝をしたいという気持ちはありますけれども、まずはあの今回の NGK 杯のレースを無事に終えるっていうのが大事ですね。2024年の活動についてこれからどうしていくとかありますか？契約したことなので発表できるんですけれども、 EWC 世界耐久選手権の方にチームエトワールから参戦することが決まっています。でまた、まあ、その他に、まあ、スプリントレースとして、まあ、世界選手権元井なのか他の選手権なのか、まあ、今ちょっと交渉中なので、まあ、それがまたあの交渉が終わり、まあ、契約が済み次第あの皆さんに発表できると思います。離します。
回練習走行1本40分ということだったんですけれども、まあ、あのチーム自体も僕自体もあの、まあ、初めて尽くしでチームもほぼシェイクダウンという状態で、僕自身もあのヤマハのバイクに乗るのが初めてだったので、まあ、どうなるかなと思ってたんですけれども、ちょっと、まあ、トラブルが続いてしまって、思うようにラップができなかったんですけれども、その中で最低限のことはできたのかなというふうに思ってます。もう一発自分で入れてこうグッて立てながら起こせば加速に持っていけって、もうそこでも潰れちゃってるんで、自分でバイクもう何もしないでバイクを起こしてちょっと待たないと。予選1位おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今回はどんな感じでしたか？そうですね、予選の5分前ぐらいに突然雨が降ってしまって、鈴鹿サーキットさん の, あの判断で、あ、少しディレイにしていただいたおかげで、あのタイヤを変えたりとか、まあ、セットアップを少し変えることができて、予選に臨むことが、まあ、しっかりできたのが良かったかなというふうに思ってますし、昨日ちょっとトラブル出ちゃったところがしっかり改善できたので、本当に、バイク直してくれたあのメカニックさんに感謝したいです。ありがとうございます。明日の決勝戦も頑張ってください。はい、ありがとうございます。日本の文化としてアニメとか漫画ってやっぱ重要やん。そうですね、やはり日本独自の文化なんで。漫画箱とのコラボがきっかけで KTM で2013年と14年に鈴鹿八代に出て、世界の人からこう応援されたっていう実績があって、で2014年から青島めぐを立ち上げて、今も9年になって2023年なんで、大久保光選手と、まあ、2、3年前かな、めぐレーシングを通じて青島めぐから応援してるっていう企画をやってたんやけど、まあ、そこからこう
彼からどんどん見出しに乗りたい乗りたいってオファーがあって普通に浜口レーシングとしてやってもなかなかこう乗ってくれるか来れないかわからないようなこう世界で活躍選手が見出しに乗りたいんですっていう思いを伝えてくれるっていうのはすごいやっぱり今風っていう、はい、アニメとかその漫画の影響力っていうのは、ね、すごいなと思ってて、そこからつながるいろんなきっかけっていうのは、まあ、無限大にあるなっていうのは、はい、まあ、そういった意味では、まあ、すごいいいなと思ってて、実際でも本当にやっぱり海外でもすごいよね。そうですね、まあ、いろんな国に僕はレースを、まあ、片側行くんですけれども、まあ、イタリアとか、まあ、フランスだったりとか、まあ、モルドバでもアニメイトみたいなグッズとか、まあ、そういうのが売ってるお店があったりとか、イタリアのミラノの中央駅には大きなちょっと書店があるんですけど、そこに漫画コーナーが実はありまして、ドラゴンボールとか、まあ、ナルトをはじめ周りの錬金術とか全巻を含めて、まあ、買えたりとか、漫画の文化ってすごいなと、まあ、肌で感じるので、成績も大事だし早くて当たり前なんだけど、しっかりそういう影響力も一般の人たちも伝わりやすいようにやっていくっていうのが大事なので、もっともっと頑張っていきたいと思います。来年はエレメントとかも、まあ、そうですね、やりたいなとは思ってるので、イタさんに乗りたいので本当にこっちの、ね、はい、話も大事なので、はい、まあ、来年に向けても頑張って活動していきますので、はい、もっともっと一緒に取り組んでいきます。そうです、まあ、まずは今日頑張っていきたいと思います。今日頑張ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.
久保光選手、優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今回の決勝戦いかがでしょう。そうですね、レースウィーク通してちょっと難しい、レースになったんですけど、ドライでしっかり走れたのが今回のレースの日で、自分の中でもどんなマシンかなって探り探りながら走って、徐々にタイムも上げることができて、途中で、赤旗中断でレース成立でなってしまったんですけども、今後もっともっといろいろセットアップ詰めていけばもっといい走りができるのかなと思います。まずは浜口レーシングさんを誘っていただいたことに関して本当に感謝したいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。大久保光選手、見事優勝することができました。ありがとうございます。たくさんのネットユーザーの方も応援してもらって、本人も喜んでました。今回のレースが来年につながるように取り組めたと思いますので、またまた僕らも必死に頑張っていろんな企画やっていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。それではありがとう。